これより会議を開きます。この際、国家公務員等の任命に関する件についてお諮りいたします。内閣から食品安全委員会委員、カジノ管理委員会委員、証券取引等監視委員会委員長及び同委員、電気通信紛争処理委員会委員、電波管理審議会委員、日本放送協会経営委員会委員、中央公正保護審査会委員、公安審査委員会委員、運輸審議会委員、運輸安全委員会委員、並びに公害健康被害補償不服審査会委員の任命について、本院の同意を求めてまいりました。これより採決をいたします。まず、食品安全委員会委員に山本茂樹君を、公安審査委員会委員に遠藤みどり君を任命することについて、採決をいたします。内閣申し出のとおり、同意することに賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。よって同意することに決しました。次に、カジノ管理委員会委員に石川恵子君及び北村博文君を任命することについて採決をいたします。内閣申し出のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。よって同意することに決しました。次に、証券取引等監視委員会委員長に中原良一君を、同委員に高田さゆり君及び橋本隆君を、電気通信紛争処理委員会委員に田村光一君、前原佳代君、中条雄介君、小塚総一郎君、および三尾美恵子君を、中央公正保護審査会委員に伊藤藤江君を、運輸審議会委員に堀川義弘君、および大石美奈子君を、運輸安全委員会委員に丸井雄一君、石田博明君、奥村文直君、鈴木美代君、および新妻美穂子君を、公害健康被害補償不服審査会委員に星恵子君を任命することについて採決をいたします。内閣申し出のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。総員起立と認めます。よって全会一致をもって同意することに決しました。次に、電波管理審議会委員に大久保哲夫君を任命することについて採決をいたします。内閣の申し出のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。よって同意することに決しました。次に、日本放送協会経営委員会委員に磯山誠二君を任命することについて採決をいたします。
内閣申し出のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。よって同意することに決しました。次に日本放送協会経営委員会委員に相原香織君を任命することについて採決をいたします。内閣申し出のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。よって同意することに決しました。次に日本放送協会経営委員会委員に水野節子君を任命することについて採決をいたします。内閣申し出のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。よって同意することに決しました。次に公安審査委員会委員に戸井博君を任命することについて採決をいたします。内閣申し出のとおり同意することに賛成の諸君の起立を求めます。過半数と認めます。よって同意することに決しました。日程第1、令和4年度電力・ガス・食品等、食料品等価格高騰緊急支援給付金にかかる差し押さえ禁止等に関する法律案、衆議院提出を議題といたします。まず委員長の報告を求めます。内閣